アロア高等学校はアメリカ合衆国オレゴン州アロアにある公立の高等学校。2008年、高校4年生517人の75%が高等学校の卒業証書を授与された。517人中389人が卒業し、69人が大学、14人が修正卒業証書を授与され、45人が留年した。2009年、 ケン・ヤーネルが校長に就任した。ヤーネルは教育現場で経験したことをブログに綴っている。アロア高等学校は2008年と2009年の両年においてニュースウィーク氏が監修するアメリカ合衆国の高等学校1500ケツの一つに数えられている。現在18のアドバンスドプレイスメント課程を提供しており、 この数は2001年に比べて125%した。2001年に156人分しか登録がなかった AP 試験は2008から2009年度には424人の生徒による694人分の登録にまで飛躍した。2008から2009年度、アロア高等学校の教員は71人の教師、177人の教育アシスタント、 40人の管理委員、30人のその他2ッフメンバーにより構成されている。教師の平均経験年数は1.67年で25%が修士後以上の保持者である。ありがとうございます。